どうも、エルザです。それでは、プレイグテールイノセンスやっていきたいと思います。さて、もう投げるしかないもんな。よし、これで OK。いや、オドリスはちょっとあれだね。ん？あそこ出口か。そしたら、光源がそこにあるのね。そうだね、あれ。どうしようもねえな。よし、オッケー。お、あるじゃん。なんか、オドリスの強化はそこまで考えなくても良さそうだね。時間的に。そこ行けないね。こうかな？とりあえず、ネズミを端に寄せて、で、なんかあるね。はあ。何がある？そうやね。取らせるだけ取らせてって感じか。よし。で、やるべきこととしては、こっちじゃないのかな？荷車がなんちゃらかんちゃらって言ってたね。こうすることによって、向こうに行けると。いや、でもダメか。待って待って。そういう感じか。はあ。オドリス won't keep them in there for long. I need to block them once and for all.そういうわけでもないか。数は減らせれたけど、いける？時間足ります？だよね、やっぱね。うん、やっぱ綺麗に入れないとダメだね。一匹残らず。よし。よし、これで OK。 危ない。これ押すのめっちゃ難しいんだよな。よしよし。もうこのゲームネズミが強すぎて勝てないんだよね。そう。よし。ロドリスって欲しいんで。よし。これで OK。あとは、いいね。いい感じ、いい感じ。
いやー、素材を無駄にせずにっていうのが一番きついな。You see? You're doing it. You're getting there.さあ、もうすぐっぽいね。何も起きないといいけど。特にはいらないか。My God, what happened here? うわ、すげえことになってるな。あっちか。うわっ、やっべえなこれ。これ全員病人？うわぁ、ネズミか。ってことは実験台に使ったわけか、さっきのあれを使って。逆に言えばネズミにその病原菌が移るよね。えぐいな、やることえぐいな、あいつら。やだな、なんか出てきそう。おーっと思ったら出てきたね。オドリス、I could try. オドリスやってみましょう。意外とそのなんだろうな、アミシアも発想がさ、えぐい時があるんだよね。やってみましょうって。やってること変わらないんだけどな。どうだ、いけるか？はいはい。That sound came from over there, didn't it? I could lure the rats away from the bridge. ああ、そういうことね。これあれ取れないね。そうか、そこが取れなくなるか。もうしゃあないね。Why are they still here? The Episanguis cages. This is not just an evacuation. そうなんだよな。ああ、ネズミが。Shut the fuck up! Stop crying! I don't want to hear another peep out of you!Nothing. そうなんだよね。これ。ああ、はいはい。いや、あれは。命中率すげえんだよな。よし。はあ、危ねえ。おー、ゲサングスもこいつから手に入るのか。やってて思ったのは、意外とね、どうにかできるっていうのがね。多分こっちに武器寄せて仕留めるんだろうな。多分ね、多分、だと思うね。カーンって鳴らして、多分こっち誘導して、とか、後ろから、多分叩くとか、そういう感じだったんだろうけど。錬金術？ん？なんか狙えるなった。
いや、わかんない。ちょっと読んでなかったから戻ろう。まあでもなんか使い道あったんだね。で、で、ぐるーっと。よし。これで戻れない。なんか一匹出てきたね。危ない危ない。さ、これで抜けて。これ、体が燃えるようだ。水？それは。This is a nightmare. Come on, be brave. この世の地獄みたいな感じになってるよね。これは重宝するからね。とりあえず作っておいて。そっちは当たれなさそう。いやー、でも今回は結構サクサクいけてるね。うわー、めちゃくちゃいるな。ヴィタリス、The butcher who killed my father works for you. ヴィタリス。なんだったっけ、あの仮面っていうか、かぶってたやつか。さあ、大学内にこれから入っていきますかね。なかなかダッシュがうまくいかないね。まずやるべきは？アレット。ああ、いやで、こうだね。縦持ちはあれだね。さあ、どう動くかな。あら、意外と来ない？はーい、こんばんは。よーし。盾持ちはね、多分、あれな、塞がれそうなんだよな。真正面から頭狙ったとき。そんな気がしてる。よし、戻れ。で、ここ戻ってきたときにどうなるかだね。ほい。よし、ご苦労さん。ああ、そこも火があるから、多分対処ができないのか。マジか。全然ヘルメット脱がなかったね。そうか、誘導するしかないのか。怖っ。あ、無理です。その壁はダメです。
この前のレースじゃねえか、それ壁はめしたら。さあさあやっていきましょう。まずやるべきはこれで OK で、次がああ、なるほど。そう動くか。急ぎすぎるともったいないことになるんだね。よしよしよし、抜けた抜けた。これでひとまず OK。 オドリス作っておいて、よし。でもな、めっちゃ見られるんだよな。これ火消せれるのかな。いや、そういうわけではなさそうだね。待て待て、なんでさっき脱がなかったんだ。今回普通に脱いだよね。いや、違いがわからんな。ということは単純に頭に綺麗に当たってなかったってことか。はい、で OK。特にアイテムはなしだね。Yes. よし。Finally. で、あれ、これも言っていいの？ I really thought I was going to thump one of those alchemists. Simmer down. What on earth are they doing here? But at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Anyway, one of them said Vitalis isn't doing so well. We knew it was coming.なんかビタリスの話がちょっとあったね。ああ、いるね。なんかいろんな人がそんな元気じゃないみたいな感じのコメントだったね。よしよし、これでいけるか？よし、クリア！さあ、はあ、やっと次やね。バラの道か。ああ、茨か、バラか。チャプター10だね。いやー、今のは大変だったわ。全然、あれだもんね。強化してないからね。The university. Right, the book. Remember Lucas said in the basement, the path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? さあ、次の目的はバラを探してだね。さあ、布9、あと1枚で多分バッグがマックスまで作れないかな。 It's locked.
さ、誰もいないとはそういうことはないと思うんだけど、こっちはアイテムだけかな。そんな感じだね。ここも開かない、開かないってことは今なんだか。はあ、そっか。で、おお、でかっ。じゃあ、とりあえず右から行こうか。Flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. バラ、あ、そういうことね。バラの道だけを通っていくと。ただ、こっちにアイテムないかな。そんな優しくはないね。そうか。いやね、結構、このゲームなんだかんだ難しいのよね。ストーリー性は結構好きだけどね。ん？裁判官様がいるのか。そうなんだよね。こういうホラーゲーム、個人的には僕もどっちかっていうとお酒飲みながらプレイしたいなっていうのもあるんで、結構ね、お酒飲みすぎて心臓がバクバクするのか、それとも、緊張でバクバクしてるのかわからんごつなるっていうね。これでもバレないかな。まあ、やっちまおう。よし。すまへんね。もう、邪魔なものはちょっと倒していかないと。よし、銃来た。あれ？ってか。This should make things a little easier. よし、これで全部揃ったから次ツール作れるね。でも、そうだね。どうしよう。ツール。うん、ツールだね。いや、どうなんだろう。ツールいるかっていう感じもするんだけど。まあ、一周目に強化しきれるのがここまでですよ、みたいな感じなんだろうね。多分素材的なところで言うと。よし。これはどこだ？まあ、ルート的にそっちかな。そうだね。先の先の話で言うと、まあ、僕はよっぽどだね。飲まないと、基本的に心臓バクバクならないんで、気持ちだけです。いや、でもね、ホラー系はね、まあ、それも一つ楽しみではあるからね。よし、アイテムゲッチュー。あ、二連ショットとかあるんだ。すげえな。Not bad. Not bad at all. よし。とりあえず、ツールのことはもう気にせずでいこうかな。まあ、バックがね、強化できてれば、素材集めれるからね、それだけね。It's all just pagan stuff.
The Sanguinis Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge will save us all. なんかあいつらも本を探してるっぽい感じだね。The book, the Sanguinis Itinera. They're looking for it too. I'd better be quick. 同じ本を探していると。ヘルメットかぶってるね。どうやって行くの？ってことだよね。進んだ瞬間、No rats. ネズミがいない。いや、一旦隠れる、あ、意外と大丈夫だったね。よしよしよし。猫の間に、特に大丈夫か。ネズミいないのはちょっと。あれ、取りてえなー。よし。意外と取れた。There are the roses. I'm on the right track. ん？あそこか。石。Telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his cob. やつに口に中に入れてやるって。There they are. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. There's parts of the bastion I don't go anymore. The things they're doing there. Yeah, let's not talk about it.戻らない？なるほど。なるほど。そういうことか。I'll have to get rid of the guards so I can get past. そうだね。ちょっと、ネズミちゃんに協力してもらおう。で、よし、オッケー。これで。楽かなーと思ったら通れないね。どうしよっかな。通れない。そしたら、これ反応するのかな？これ反応しないんだ。はあ。いい勉強だよ。これ、ある意味、積んだとかそういうことじゃないよね。まさかと思ったけど、これ積んでないよね。いや、絶対積んだと思うんだよな、この。あ、意外といけた。よし、ありがとう。This stuff, will it end up covering everything?よし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 。で、あ、そこは通れないか。
あ、通れなくなっただけね。あれってか、めちゃくちゃ夢中になってたね、ネズミはね。We're really scraping the barrel if Vitali stoops to catching a beggar like this. A prisoner. 捕虜か。Perhaps that finally opened this door. I can't get past. Too many guards. 多いね、確かにね。How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see?They know exactly what they're doing, little bastards. ほう。ああ。Did you hear something? Let's go see. Be careful. そんな急に BGM 変わる？マジか。Right, I've had enough. Guards, find them. Watch yourself. よし、行けた。Still nothing here. Everyone to your positions. Noted.で、ネズミをうまく使うと大活躍やね、ネズミちゃんね。あー、作っておくか。よし、うーっとやって、ああ、やっぱそういう感じか。そしたら、こうやって、あ、やっぱダメか。ああ。今のはどうだ？あれダメ。あ、しかもここから。Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you? I thought I heard someone. I'll be right back. もう普通に行くよ。普通にね、普通にスーってね。よし。あー、で、あそこから見えてたんだね。そうなんだよね、全部で、多分合ってるはずなのよ。こうかな。数がえぐい。で、取っていくと。ああ、じゃあ、結局、開けたらいけたね。
なんだろうね、すごいネズミと共同作業してる感が出てきたな。すっげーなー、右側ですっごい音がしてるわ。オドリスが一個作っておくか。よし。そうだね。なんか、ネズミ屋さんの味方感が確かにあるね。なんか特に、そうだね、皮がないとなんかほぼほぼ作れないみたいな感じだね。Continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent.You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. Quick, let him be sanguine. Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take it. Quickly, I mustn't lose them.最高裁判官やばくね？両方の血っていうか入れてたよね。何考えてんだあいつ。Roderick, looks like we both have problems.さあ、ロドリックを助ける感じかな？正面にいるね。あ、錬金術師。絶対倒したらバレると思うんだよな。ああ、一応狙えるか。じゃあここでさよならだ。本当は違った。はい。え？二人いたのか。よーし、これで邪魔者は消えたね。
あそこいるもんな。ちょっとアイテムだけ回収させてもらって、お前らアルコールしか持ってねえな。よちくれかなんかか。Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Ad ignem. Ad lucem. Oh, well said. Move it! Now listen to me. Me and my friends spent some time in the jails of the Bastion, making the heretics talk. You're pretending to be tough now, but believe me, you'll blubber like the rest of them when we come deep enough. 探り込めばね。まあとりあえずここら辺は普通に問題なくいけそうだね。お、うわ怪坊主。題名からちょっと見たくない感じがする。さあアルコールはいっぱいになったね。いや、デボランス作っとこうか。あれやばそうだな、あのメイス持ってるやつ。よしよし、そしたらちょっとキリがいいんで今回ここまでにしましょうか。まだまだちょっと続きそうなんで。ということで、第10話はここまでです。ライブ見てる方はこの続きやっていきたいと思います。動画見てる方はここまで。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。